彼が同僚であることを誇りに思うよなぜなら試合に出場して懸命にプレーしているし、本当に勝利を求めているからね、ともに先発ローテーションを張るアレックス・コブが間近で見た大谷翔平の偉大さ。シーズンを戦う上で、街から街へと移動する苦労や、スランプに陥って、そこから抜け出す苦労だってある、とねぎらった。 投手だけ、打者だけの場合より明らかに多い準備が必要となる。コブは、フィールドでの出来事を誰もが、毎日目撃している。大谷はここまで投手として9勝、野手として45本塁打。様々な、メジャー初、記録を打ち立ててきた。さらにコブが称えるのは、大谷の執念だ。彼が味方でいるのは嬉しいことだ。毎試合、勝つために力を出し切る大谷のプレーが、 定名エンゼルスの光となるチャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュースこのチャンネルでは日本で起きたさまざまな出来事ニュースコンマ動画の内容が良かったと思っていただいた方はぜひチャンネル登録グッドボタンを押してくださいコンマグッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですコンマよろしくお願いいたします